乃木坂46の久保詩織が、5月31日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。ファースト写真集の意外なライバルを明かした、久保詩織、写真集タイトル、交差点に込めた思い7月11日発売の久保のファースト写真集について、タイトルが決定しました。その名も、交差点、になります、と嬉しそうにリスナーに報告した久保。チームと話し合いながら決めたというこのタイトルの理由について、1年間、撮影で、撮ったっていうのもあるし、私が生まれ育った宮城県、そして山形県、っていう、本当に馴染みの深い場所で撮影してきたということもあって、私が今まで歩んできた道のりとか、その中で見つけた出会った、交差点をいろいろなところで、いろんな道を巡りながら、今こうして乃木坂っていう場所にたどり着いたっていう道筋もあった、と、二つの県で撮影したこと、様々な交差点を経て久保自身が現在乃木坂46という目的地にたどり着いたことの両方を示唆していると説明した。交差点は人それぞれ捉え方がいろいろあると思うとリスナーに語りかけた久保は手元に届いた時にそれを見ていろいろ考えてもらえたら嬉しいなと思いますとメッセージを送った。久保詩織、写真集のライバルを堂々宣言さらに、名古屋のさ、イケメンゴリラの、シャバーニの写真集には負けたくない、と、名古屋、東山動植物園で飼育されている、イケメンゴリラシャバーニの写真集がライバルだと力強く宣言していた。